顎変形症で上と下の手術をしました。術後9ヶ月です。首と顔の皮膚の余りが気になります。筋トレなど有酸素運動で改善されますか。現在26歳です、という質問をいただきました。術後ですね、だいたい傷の完成というのは半年から1年と言われています。半年経つとですね、腫れの8割9割は引いてしまってるんですけども、術後半年以上経って9ヶ月ということなので、だいぶ腫れが引いてる状態です。わずかに腫れがちょこっと残ってるかもしれないので、そういう腫れに対してはですね、有酸素運動をするというもう時期はちょっと若干過ぎているような気がします。ただ有酸素運動をすることによって体の代謝が上がってですね、傷の治りが早くなるとかですね、むくみの改善とかっていうのは期待できます。なのでほとんどむくみの時期は終わってますので、どちらかというと今のたるみはもう残るたるみになります。早めにたるみの治療ですね、最初はですね、高周波とかフォト RF とかですね、 IPL とか従来のたるみ治療っていうのを始めていった方がいいと思います。糸リフトみたいなですね、治療を値段は高くなって、効果もちょっとそんなに長くはないんですけども、しっかりとした効果をやりたいということであれば、糸リフトっていうのもいい方法だと思います。で、たるみがですね、結構強くても照射してもですね、糸でもこうラッチが開かないっていう場合は、フェイスリフトを検討してもいいと思います。フェイスリフトの場合はですね、ダウンタイムが長くなりますので、ちょっと時期的に可能であれば検討してもいいと思います。余談ですけども、筋トレというのは有酸素運動ではなくて無酸素運動になりますので、ただ体を鍛えることによってですね、代謝は上がりますので悪いことではないです。筋トレするのはたるみに対して悪影響はないと思います。輪郭の手術後にですね、たるみが生じてどうすればいいかわからない方は、ぜひ参考にしてください。